大沢妙子さんは、大沢次郎さんがお父さんということでよろしいですか？啓太は前の夫との子供です。山崎さんの話聞いたことない。特別な人？別に恨んでるとかないんです。でも奥さんの顔見たらもう憎くて仕方ないんです。父親、啓太の。あなた勝手すぎるよ。妙子がどれだけあなたを探したか知りもしないで、好きな人が好きな人を探すのをずっと手伝ってきたんだよ。次ママの番。でも次は本当に孫も抱かせてみる。詳しいです。担当はしないの。知らないところで会われるよりはいい。いつからだろうね、僕らが目を見て話さなくなったのは。こっち見て。あ、待って、間違えた。え、待たしていい？いいよ。